背中はゆっくり動いてる。ぬいぐるみではないようだ。触ってみる。ウェーイ近寄らない方がいい。低い場所にあるのかしら。ティーポットの主張を聞け。断る。なんだこれ。あそこまでたどり着けばいいかな。あ、無理じゃないこれ。あ、無理だわ。反対側から行こう。え？え？あ、ミスター間違えた。ご説明あるここに。手の出る元通り。ちょっと待って。さっきので合ってるわ。あれ？ちょっと待って。いけない。なんで？あ、こうか。カデなんて全然見えてなかった。アホ。こうだ。後ろに何か置いてある。目薬みんなで目薬。モデルは目薬、なんでこんなもん書いてるんだか。なんでみんなで目薬書いてるんだ。わー、なんか右側に嫌なやついる。白い蛇の絵。目の部分がくもんでいる。氷の山のような絵が飾られている。うわー、気持ち悪い。なんで床に目がついてるんだよ。パチ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 。おお、なんか充血しとるやん。こいつに目薬刺しとるやん。怖い。キラキラになった。なんか見とる。ティーポットの主張を聞けてティーポットいっぱいおるやん。狭い、狭そう。ガラス玉。あ、そう、ほんまそれ。大きな木の中に、大きな木の中には蜂の巣があるからやだ。まばたきせずに天井を見つめてる。天井になんかあるのか。ちょっと一旦セーブしよう。ああ、ティーカップはぶつかる、ぶつかったら割れちゃうんじゃないの？香りに敏感な心病？なんか分岐だった今の。ティーカップにこれ常識。打たれることは許されない。あ、そう。新しい謎解きか。おお、なるほどね。あ、そういうことか。熱んだ。あっち行ってもらってこっち行ってもらってこっち行ってもらうとこっち行ってもらいの。あー、そっか。あ、積んでなかったな。あ、積んだかも。あ、すげえなんか無駄な動きをしてるわ。で、あ、積んだわ。もうこれがその 両端しかいけないから無理だわ。え、あと1個でどうしよう。ちょっと待ってよ。1個だけはなんとかするのは不可能だから、キーはこれだな。そんでも、これめっちゃむずい。決まった。もう緑、お前が全部次。あー、たぶんこんがらがってきた。ちょっと待ってよ。あ、これでいいか。あ、違う、間違えた。あ、これでいけるはず。よっしゃー、やっといけた。はい。あ、手部から降りんと。手部から降りて、イブ。お、なんか。猫ちゃん。そこそうなってんだね。うわー、ワインソファ。大きなワイングラス斜めにカットされて赤に赤いクッションが入ってる。あんまりそれが悪くなさそうね。憂鬱、難しい字の憂鬱ね。パズル、骸骨、偽物よね。本物もでも大丈夫だよ。感情、なんか木の裏に行かなかって書かれてる気がする。
ブエネ、指輪、どうしてこんなところに。ん猫がいる部屋になってる。よし。で、左手の薬指。たんたん、違う。花束を持っていく。ブーテトス。幸福の花嫁。幸福の花婿。わからんでーって言っとくわ。こういうこと言ってるから結婚できねえ。ああ、怖いな。こいつなんかしてきそう。綺麗な花束ね。綺麗なブーテね。花束って見てると心が安らぐわ。お花、お花いいな。そのお花くれたらここ通してあげる。お花ちょうだい。ブーテはね。ありがとう、いい匂いだね。それじゃあいただきます。お前のもよこせとか言ってこないよな。よしかった、ありがとう、ありがとう。ドアになった。ほんまに大丈夫それ。ちょっと怖いからセーブしとこう。めっちゃ負けてくれ。の中に出てましたやったね。これちょっと引っ張りてここ。なんかセリフ変わったらしないかな。え、怖い。うわ、早く寝てちゃいましょう。なんかずっと見られてて気持ち悪いんだけど、怖い。今、なんか目の向き変わらんかった。光ってるやつがいっぱいいるんだが、これ。怖えよ、襲ってきそう。黄色のゾーンにランプがかけられている。ここ暗くて新聞見にくいのよね。明るくしろってことか。何これ、力技ではダメなようだ。あ、なんかある。時の番人。花びらを1枚ください。そしたらあなたが危ない時助けます。本当？どうしよう。残念。なんだこれ。絵画に隠されし4つの数字を示し扉を届け。4つの数字か。絵の中にヒントがある。あんまり近寄りたくないかも。怖っ。ん？何？なんか、ああ、びっくりした。自分のあれだ。いや、ヘッドホンのコードがマイクに擦れる音だった。怖っ。鍵が必要。なんだこれ。金を自慢する貴族。女の人の様子にもっとよく見る。ちょっと待って、逆さまだから2569だって。穴が開いたボールを手に入れて。穴が開いてる。お前、開いて。ちょっと補填入っとこう。今からでも入れる補填があるんですかって。取引率。今からでも入れる補填があるんですかって。あれ、こんなんあったっけ。
きりの魚魚魚魚金のランプ、なんか書いてある。魚の片割れ、黄の女のそばに。もっともっと。ダメダメだ、壊すなって言われてるだろ。壊すなって言われたはずだ。セーブしたい、セーブさせて。ステップ、バックステップ。ランプ、ここじゃない？なんてか持ってるそのとても明るいランプ、よかったらその像と交換しましょう。ああ明るい、なんて素晴らしいの。新聞読みなすか、いや、よかったの。新聞より大事なものなんてないわ。すごい新聞愛なこと。今ちょっと思ったんだけど、あのさ、多分なんだけど金だと重たいからこれが開くっていうあれなんじゃないかな。だからちょっとここ、はい、あとまし、でもなんか取ったら怒ってきそう。なんか出た。その金の像、なんと大きく美しいんだ。このとちょっと待って、なんか出た。なんということだ、相当ショックだと見て。いいよ。大きく綺麗な本物の綺麗な像じゃないんだけどね。暗くなったぞ、おい。で、ちょっと待ってね。セーブしたい。襲ってた中、何かにもう襲われそう。本物の綺麗だったら重くて開くはず。ちょっと待って。入ってない部屋がある。楽しい毎日、美術館はちょっぴり不思議な遊園地、おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ。だからあなたもここにいれば大丈夫、みんながいるから。大丈夫じゃないんだよ、先にお手間するのをお願いします。万が一備品や何らかに損害を与えた場合、あなたをもって賠償させますと文字がどころどころに出ている。いいか、ちゃんとな、文面がちゃんとしてないな。契約書っていうのは無効なんだよ、知ってるか。口頭で説明されていた場合を除く。指定席とお父さんとお母さんの絵があるね。疲れたのならゆっくりお休み、もう苦しむことはゆっくりお休みって、お休みなさいってことじゃないか。座った。いや、ま、特急券と指定席、乗車券をお持ちくださいってやつ。入る中に、あんたは出口じゃなかったね。イブどうしたの。え、この人の絵、イブのパパとママなの。へえ、確かに別にイブに似てるかも。なんでこんな、これってさ、前のあの原作の時も思ったんだけどさ、あのお父さんとお母さんがこっちを見てるっていう世界線でいいのかな。うん、私なんかどっかにいるって。さすが参ってきてるわね。なんか嫌な予感がする。開かない。ね、外から。気をつけてって言われてもな。